どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガゼレルのガズでございます。はい、はい、皆さんこんにちは、Gラボの吉本です。吉本さんです。今日はですね、Gラボ本拠地の名古屋の、この Gラボのね撮影スペースに来ているんですけれども、すごいお知らせを今日は、皆様にお届けしたいと思います。Gラボではですね、不定期ながら全国にこの、Gラボのウクレレたちを、持っていって、皆さんに弾いてもらっていろいろこう体験していただき、ご購入もできるというポップアップショップをですね、もう1年前からですよね。そうですね、1年間、はい、まあそんなにねやっぱりコロナ禍っていうのもあってね、あのこまめにやってたわけじゃないんですけど、今まで、最初に去年の1年前にお台場やって、はい、どこだったんだっけ、あとガゼレレのライブのね時も出してもらったりとかして、はい、そうですね、あとは神戸、神戸も行きました、神戸と、はい、あとどこだっけ、名古屋、名古屋、名古屋ね、はい、あのテレビ塔の下でやったりとか、はい、そういう感じですよね。そうで、あとまあ横浜のウクレレピクニックです。あ、横浜ウクレレピクニックと、あとつい最近は湘南で、はい、湘南の島村楽器さんでやったりして、はい、島村楽器さんでね、一応コラボするっていうのが増えてきて、はい、でまたあの新たなポップアップショップの開催のお知らせということになっております。はい、日時はじゃあ吉本さんの方が、あ、ちなみに吉本さんみんな知ってますよね。吉本さんは G ラボの、はい、日本の最終あのチェック大臣、お代官様みたいな、さなんかそのね一応最後のね、なんていうかチェックをするですね、すごい重要な最優重要人物でございました。ベトナムで作ってきたこのウクレレたちをですね、日本にこう、到着した時にまたいろんな湿度とか気温でいろんなおかしなことになってないかとか、いろんな最後の最後の、皆さんの日本の皆さんにお届けする最後のね調整をしていただくという、そこのリーダーでございます。はい、じゃあ吉本さんの方から、はい、日時のご紹介お願いします。はい、3月のですね18日と18 19日の土日になります。うん、はい、場所がですね、なんとあの初、ポップアップショップ九州上陸ということで、初めてですね、はい、初めてですね、九州ですね、はい、九州のどこでしょうか。はい、福岡県の博多になります。まあ九州代表といえば博多でございます。そうですね、博多でですね、はい、ポップアップショップ開催ということですね。場所は、はい、島村楽器さんの、アミュープラザ博多店になります。アミュープラザ、はい、ちょっと言いにくい、アミュープラザ博多に住んでる方はご存知なのかな。 駅ビルなんですか。駅ビルですね、あの、うん、JR 博多駅 の、 あのもう真上になりますので、非常にあのアクセスしやすい場所だと思います。その、はい、そこに入っている島村楽器さんの店舗の一部を、はい、Gラボが、はい、こうドーンと行くぞという、はい、ジャックしました、ジャックしました、はい、まあ、島村楽器さんいつもね最近あのお世話になっているんですけど、そうですね、初めての、ね、九州上陸ということで、はい、今回もいろいろコンテンツを用意してるぜということで、はい、あのここにいるんですけど、あのアキ君ももちろん参加してくださって、ちょっとアキ君も来てご挨拶をちょっとしてください。はい、あのガズレレ動画でねこの間あの、登場してもらった、あ映ってないよ、もっとルイが来てください。はい、ね、ガズのレッスンをここで、まあ、した、はい、あのアッキーですけれども、ありがとうございます。どうだこの間ポップアップもね、なんかアッキー、はい、アッキーとか言っていっぱい声かけられたって話でですね、よかったですね。はい、アッキー君はあの吉本さんの、まあ、なんていうのかな、一番弟子っていうかね、あのボスで、あのそこでこういろいろこうまだ学んでる最中ですけど、まあ、もう音大卒ですから、これはもうすごい信用が信用力が高いということで、でもいろいろ楽器のこともね、もうあのいつもやってて、もう詳しくて、もうすっかりね、この最後の調整もね、やっていたりとか、もういろいろ詳しいっていうか、そういうわけで、お二人がね、いろんなどんな質問にも答えるし、相談、私こういう感じなんだけどどんなのがいいですかとか、これってどういう特徴があるのかとか、いろいろね、そんなこともですね、このお二人がですね安心してお答えしていただけるということで、ちょっとね、あのガズは残念ながらちょっとその日はね、あの行けないんですけど、あのでもあのこのお二人がですね全てを温かく受け止めてくれるということで、その中でもね、いろんなあのコンテンツをねちょっとね今日ずらっとご紹介していきたいと思います。はい、ね、ちょっと、ね、忘れちゃうといけないから、ノートを見ながら言うとですね、まず今回目玉としては、はい、セミオーダー、はい、セミオーダー、Gラボセミオーダー、Gオーダーっていうのがあるんですけど、そこで激烈レアな、レアっていうのは貴重な材質、ローズウッドという木材があります。そうですね、これね、楽器やってる人はね、ローズウッドって言ったらもうビビッとくる、木材なんですけど、これ世界的にかなり希少な木材と言われてて、はい、今ね、なかなか入手が困難だってことなんですけど、ベトナムの
ローズウッド。そうですね。それがですね、はい、すごく素晴らしいものが今あってですね、はい、それを使用したセミオーダーができるということです。そうなります。それは、なんかもう、もじゃくんのところにはあるんですか？あ、ございます。じゃあ、それもまた改めてなんかご紹介動画を。はい、ご案内させていただきますね。この動画はね、まず1回目の告知だけど、この後追っかけてですね、その博多の、どんな、ポップアップショップになるかっていう、その中でまたそれを紹介してくれてますが、それが、まず1個目かな。そして、その次はね、アウトレット。はい。B ラインとアウトレットってあるんだけどね、はい、B ラインは今回、前回のね、お台場でもうね、全部ソールドアウトになってしまって、はい、B ラインはないんですけど、アウトレットが、アウトレットちょっとどんな、ちょっと紹介してもらっていいですか。はい。はい、こちらがですね、アウトレットの。あ、もうぐーっと言ってください、ゆっくり、このカメラがね、多分ピント合ってくれると思う、はい。そうですね。ちょっと皆さん、見えますでしょうか。ここにですね、微妙にちょい、うん、傷のようなものが、ね、ちょんちょんちょんと傷っていうか、はい、俺だったらそれすごくいいなと思うけどね、すごくいいですね。あとはもう、はい、完全にね、完全にもういいウクレレですよ。うん、いいいい。これが何 20%、 30% オフです。もうほぼ個性の、木目の個性のようなものにもなってしまって、これが B 級品というかアウトレットになっちゃうんだもんね。でもそんだけですね、はい、きちんと見ておりますということで、こういうものも多数ある、はい、多数あるね。でもこれは本当一点物なんで、まあまあ博多来ていたらもう急いでください。狙ってる方は、はい、結構早く売れてしまいます。そうだよね、はい、やっぱだって何にもこれ損傷ないんだもん。そうなんですよ。でこれアウトレットがですね、今回のちょっとあるぞということで、まあ、作ってるとね、どうしてもこれで出てきちゃうということですね。物、ね、はもう安心の最強最高ウクレレガズレレ G ラボですからね、はい、いやいや、この間ベトナム行ったばっかりだったけどさ、あ、そうだ、私がこの間ベトナムの工場に行った動画、概要欄にですね、まとめて貼ってる動画が、あ、貼ってる動画じゃねえや、 URL 貼っとくんで、まあ、ベトナム工場の様子もね、ちょっと時間ある方見てみてください。はい、そして次はですね、あ、これは私が紹介しよう。じゃーん、これ今度ね、全国発売をする予定なんですけど、これ、わかる？胃腸炎。なんじゃそりゃってことだと思うんですけど、これね、ガズレレ G ラボで開発してる、まあこれ、ガズがね、なんか思いついたアイデアなんですけど、ちょっとこれ、普通のウクレレあるじゃないですか。聞いててください。火を引きます。でしょ？で、なんとここにですね、その胃腸炎を貼ってあるウクレレがあるんです。火を押さえて引きますよ。全然キーが、要はキーが違う、要は一応しているんです。そうすると何が起こるかというと、なんでもかんでもみんな踊り踊ってみたいな感じで、ね、C ではすごく歌いづらいなという声が多い、特に女性ね。そうですね、はい、はい、その歌いづらかったキーなんだけど、この一応弦を使うとですね、皆さんめちゃくちゃキーが歌いやすくなる可能性大です。つまりこれC を押さえてるときに F になるんだよね。そうですね。そういうふうに、弦の太さをコントロールして、これをもじゃくんも探し当ててくれて、この弦でございます。これを、まずね、全国発売先駆けて、そのポップアップショップで販売があります。はい、この一応弦めちゃくちゃいいですからね。これはね、これは、ぜひ弾き語りやる人にはもうおすすめしたいです。ぜひお試しください。はい。これが、ポップアップショップ、まず先行限定発売で、チェックできますよ、ということですね。そしてあとはですね、こっからはなかなかすごいよ。あ、さっきも言ったけど質問アドバイスはもうね、アッキー君と吉本さんも、今回はいっぱい質問が、まあったようでございましたね。やっぱみんなね、はい、迷える子羊みたいになっちゃうから、ね、私こうね、どうしたらいいのか、もうビッグアップとかフレットとか言われても分かんないって方もいらっしゃるでしょうからね。いらっしゃいますね。そう、はい、だけどこれウクレレ本体はすごくね、最強最高のウクレレだって分かってて、そういう細かいね、フレットがなんか多いと何がいいのかとか、少ないと何がいいのかって、そういうこともですね、細かく教えてくれる。サイズの違いなんかも結構、ああ、そうね、ご相談いただきますね。コンサートサイズとソプラノサイズとテナーサイズって一応3つあるんだけれど、うん、そうなんですよ。このね、大きさの違いっていうのはね、はい、なかなかこれ難しいぞということなんですけど、まあでもプレイスタイルとかいろいろね、その人の相談しながら、はい、おすすめをピックアップするぞということで、で今回ですね、吉本さんがですね、この G ラボのウクレレというピックアップってこのマイクについついつなげられるんですよ。アンプにつなげられるという、機能がついているウクレレもお選びいただけるんですけど、はい、その博多の、店内で、ピックアップをつけて、音を試奏、はい、試奏っていうかデモ演奏ですね。デモ演奏ですね。うん、うん、はい。デモ演奏でこんな音がしますよというのをご紹介する時間帯を、1日のうちに、ちょっとまだね、はい、正確には何時何時って決まってないんですけど、数回ですね、そのデモ演奏タイムと、まあ、プレゼン、
はい、吉本さんが、プレゼンをしてくれるというですね、ちょっとそういうデモ演奏タイムを設けようということで、それはですね、次の動画で、はい、時間帯とか内容とかを、またシェアしていこうかなというふうに思います。だから今回はなかなかね、面白いと思います。その時間に合わせて来てもらうと、まあ、また、そういういろんな音聞けるし、いろんなウクレレの、ちょっとこのウクレレもちょっと見せてこれ。これも、こういうね、セミオーダーのウクレレで、これ普段全然お目にかからない。これスプルーストップ、マホガニーバッグ。はい、はい、これもいわゆるフォークギターみたいな典型的なスタイルのウクレレだとか、そっちもみたいな、それはい、これ見てください、この抹茶色みたいないいでしょ、これ渋いグリーンのね、なかなかないですね、うん、はい、こういうね、普段お目にかからないウクレレもたくさん展示してあって、まあ、こういうのもね、これでピックアップがついてるから、それぞれのこの木材とか大きさの違いでマイクを通したピックアップを通した時にも音の違いとかも、デモ演奏でこう皆さん、本当、直の耳でね、聞いていただけるという、コンテンツをちょっと準備してますということで、詳細お待ちください。そしてですね、今回、ちょっとね、はい、今思いついたんですけど、博多ポップアップショップ、最大の、コンテンツが今思いつきました。それはですね、ちょっと今僕持ってきてないんだけど、普段、ガズレレ YouTube で僕が実際に使っているガズモデルをですね、触っていただけると、これガズさんが YouTube で使ってるやつを本当にそこに展示しとくんで、ちょっと気をつけてください。壊さないでね、僕はそれ大事に使ってるやつですから。それをこう弾いていただいて、あの YouTube の動画で使ってるウクレレ、これかと。そんな機会ありますか？すごいですね。ね、ぜひ皆さん、あのガズのウクレレ触りに来てください。大事にしてあげてください。それでもいいよね。いつも動画で見てるウクレレ。いや、なかなかそういう機会ないと思いますので、ね、うん。なんかそれをちょっとぜひ、触りに来てくれ。まあ、もう、弾きまくってるやつですからね。もう、ぜひぜひ。そうですね。で、あとそうだ。これ忘れちゃいけない。今回の、博多のポップアップショップは、はい、G ラボウクレレの全てのラインナップの展示がございます。これはすごいことです。なかなかね、弾き比べ、特に博多では今までポップアップショップやったことないから、弾いたことないけど興味があるって方多いと思うんですよね。ね、これを機に、いろんなこうサイズとか、モデル、まあ、G ラボでいっぱいありますけどですね、ぜひ弾きに来てください。もう一回じゃあ最後に、日にちと場所の確認をお願いします。かしこまりました。3月18日、19日の。顔を出して顔を。はい、もっともっと、そう。土日になります。場所は、福岡博多の、島村楽器アミューブラザ、博多店、場所は JR 博多駅の真上となりますので、はい、ぜひぜひ皆さん足をお運びいただければと思います。博多初のね、はい、初ですねということで、はい、もう九州の方みんな、まあ、あとはまあ中国地方の、そうね、地方の方ですよね、うんうん、あと、はい、それもそんな企画なかなかないんで、はい、博多に旅行に行ってね、はい、博多ラーメン食べるとか、あー食べたいですね、もつ鍋を食べるとかね、はい、明太子とかね、美味しいもんいっぱいあるから僕も行きたいな、まあ博多もいずれはですね、いずれはっていうか、まあ行きたいなと思ってる G ラボガズレレのね、ガズレレイベントとしてもね、まあそのちょっと下調べというのも含めてですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いしますということでございます。この動画はですね、博多ポップアップショップはシリーズになって、またね、追っかけで最新情報を公開していくんで、またよろしくお願いします。そしてですね、おまけなんですけど、この本が出てます、今。子供と歌うウクレレソングブックの、皆さん、ありがとうございます。大好評でございます。これの、発売記念イベントが、渋谷のタワーレコードで3月12日にあるんでですね、こっちはね、参加無料なんですけど、ちょっといろいろ詳細、ガズレレ公式、概要欄に貼っておきますわ。まずこれ、入場無料でガズレレイベントに参加できる、なかなかレアな機会です。渋谷のね、タワーレコード待ってますよ。あと10周年イベントもね、追加公演、夕方の部っていうのが、5月14日の吉祥寺の、会で、追加公演決定してます。ただいま予約受付中、概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。お知らせ動画になりました。ということで、皆さん楽しみにしておいてください。それでは、さようなら、バイバイ。バイバイ。